将棋将棋の先鋒拒否者矢倉、悪久津竜急戦矢倉、悪久津竜急戦矢倉は、将棋の先鋒の一つ。矢倉戦において主に後手継がいで用いられる、急戦矢倉の一種である。近年では、悪久津力が得意とし、好成績を上げたことからこの名で呼ばれるようになった。五筋の歩角で交換した後、五四銀の後継に組み、後に六五歩と仕掛けるのが、後手の狙い筋の一つ。 午後の地点に出た角は、73に引く場合と22に戻る場合がある。先手の対応次第では、上記の狙いを放棄して自給線にシフトすることも多い。5筋の風を角で交換する、急線矢倉という構想自体は、以前から存在し、22に引く形からの急線の前例としては、中原誠が得意とした中原竜と呼ばれる指し方があり、米潮流急線矢倉ラと共に、 かつて猛威を振るった。その後、六四歩をつかず、角を七三に引く余地を残した指し方が登場し、郷田正隆が得意としたため郷田流とも呼ばれたことがある。七冠達成をめぐり羽生義晴と、谷川浩二が争ったタイトル戦でも品質したが、その後、拒否者党が後手ついで、矢倉戦を敬遠する傾向が強まり、本戦形も見られなくなっていった。 ヤクラ中飛車と同様に、ヤ倉ラの御手目問題における重要なテーマであり、羽生義晴が、将棋世界において長期にわたり連載した、変わりゆく現代将棋においても、本戦法の変化は深く掘り下げて検討がなされている。しかし、変わりゆく現代将棋以降、本戦法について目立った動きがない時期が続いていた。第21期竜王戦七番勝負で、角番に追い詰められた。 渡辺明竜王が、第6局と第7局でこの戦法を連載し、逆転防衛の原動力となったことで、本戦法は再び注目を浴びることとなった。第6局では基本型から79角7三角、46角 6, 6 4銀7 5歩84飛74歩、同飛56歩と進み、そこで55歩が既存の定石だったが、歩を打たずにじっと3一玉が荒手で、 六五歩には同銀7三角なり同計六六歩、五一金六五歩同計七六銀五七歩が一0である。先手のハブヨシ名人は六五歩からの仕掛けを、見送り二筋から仕掛けたが、六二角から逆襲し七十手で、後手の渡辺が勝利した。第七局では基本型からハブがに五歩と手を変え、そこで五四銀が既存の定石だったが、二筋の歩を切らせない三三銀が荒手で、 この手はもともと、当時奨励会員だった、安倍健次郎が考案した手だった。その後、六五歩七三角六六銀八四角、七九角三一玉四六角九二七五歩と、進み乱戦となったが、百四十手で、渡辺が新勝した。基本型に至る前の変化で二六歩に変えて五七、銀右とする指し手がある。八五歩七七銀五五歩同歩,同,歩同角には六五歩と、 反発白く筋から盛り上がり、菱やぐら模様に組み替え、厚みを築いてから反発する狙いがある。それとは別に、八五歩に対し七七銀を上がらずに五歩として、お互いに飛車先を交換する指し方もある。耐久戦ら必勝ガイド P167 より、引用、勝又清和は、消えた戦法の謎58ページにおいて、92年に、 羽生義晴が指した二局の将棋を例として挙げている。なお、この著書の時点では、勝又は本戦法を、矢倉中飛車の阿流と位置づけている。衛星竜王への奇跡、P222。ありがとうございます。